マグロ戻しで。いらっしゃいませ。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。あれ、いらっしゃいませ。苦手なものなかったでしたっけ？大丈夫です。あ、そう、わさびでしたね。すみません。そうですよね。申し訳ないです。これあの朝日の絵柄が前に行くようにお客さんの正面に行くように、はい、うん、朝日の柄がこぼれるからね、倒すと。あと泡もう一回入れてこい、はい、もう結構新しい子が入って、うん、あ、そうです。すいませんね、ちょっと僕がいろいろ注意したり、結構注意したりとか入っちゃうから、飲み物も簡単に置いてもらいたくないんですよね。あ、そういうの絵柄とか気にすればちゃんと置くじゃないですか、はい、こうやってパーンって置かれるのがもうすごい嫌で、やっぱうちみたいなお店来たらこうちゃんと、はい、飲み物一つもしっかり置かないと、なんか重みが出ないですよね、お店に。ハマグリですね。アサリっぽいんですけど、ハマグリ、豆ハマグリって言ったりします。九十九里のハマグリですね。アサリと同じぐらいの大きさです。そうですね、もう本当アサリ、もう本当アサリですね。見た目はアサリのむき身みたいな。アサリよりちょっと白っぽいかな、はい、あの結構出汁も出るんで、これはもう何にも入れてないです。あの塩も何も入れてない、もうハマグリの、ハマグリとうちのミネラルウォーターですね。もう水だけで、先に出し取るんじゃなくて、もうその都度出し取ってます。なんか出し取って置いておくとね、ちょっとなんか臭みみたいのが出るんですよね。あのハマグリの出汁汁もちょっと黄色く濁ってきて、ちょっとそれが嫌なんで、もうその都度その都度出し取って毎回やってます。このハマグリはもうそんな砂も噛んでないし、もうジャリッとも言わないと思います。もうちゃんと砂抜きしてあるんで。マジや、誰が持ってきてくれた。あ、ありがとうございました。すいません、すいません、わざわざありがとうございます。で、郷さん、アジ来たんで1本、はい、アジ今1本来たんで。あ、わかりました。はい、これで13本です。よし、ありがとうございます。ちょっとこれ、ちょっと冷まして、ちょっと熱すぎるな。毛ガニ、串野の毛ガニですね。もう800グラム以上
あの特大の一番大きい毛ガニ使ってます。でシャリと合わせてます。毛ガニとシャリです。余計な味付けしてないですね。シャリの酸味、もう酸味で食べてもらう毛ガニです。で酢飯の酸味でね、毛ガニの甘みがすごく引き立ってると思います。で、あの味噌で、味噌をつなぎにしてますね。シャリと毛ガニがきれいにまとまるというか、味噌によって、毛ガニの一番美味しい食べ方ですね。なんかカニ酢とかにつけるのもいいけど、酢飯とこんなのと思わなかったですね。もうほんと酸味で、酢飯の結構酢が立った状態、もうシャリ切ったばっかりのシャリと合わせるんですけど、もう酸が立った状態と毛ガニがすごく合いますね。もうたまんないですよね。僕もちょっと食べて、もうカニの甘みとかもうすごい引き出されてるというか、完全な引き算料理というかね。もう全然これにキャビアとかね、ウニ乗っければね、もっと破壊力はあるんだけど、このぐらいが十分ですね。このぐらいで本当に毛ガニの美味しさがわかる。キャビアとか、キャビアも合うし、ウニ乗っけても合うし、いくら乗せたりする店もあるし、なんかいろんなもの足せるんだけど、ここはあえて足さないんですよね。なんかうちらしさというか、僕がちょっと大人になった証拠というか、うちの店の風格というか、ね、年代が経ったうちの店って感じですよね。ここにウニ入れたりしてましたね。ウニ入れたり、キャビア、上にキャビア乗せたり。それをあえてやらないのが、ちょっと僕が年取った証拠ですね、はい。どんどんお店もね、変わっていかないと。酒蒸しのタチウオです。タチウオも 2.2 キロアップ、2キロ以上のタチウオですね。これもすごい厚みがあって、ふわふわっとしてます。ちょっと塩、一塩当てて、ちょっとしばらく置いて、あとは酒蒸しですね。酒かけて蒸すだけです、はい。最後、本当に最終的にはもうつまみなくなっちゃうかもしれないですね。最後研ぎ澄まされて一番最後はもう握りだけもう今日は握り10個だけですとか。寿司屋なんでね、本当にシャリとネタだけをこうどうやったらその重なり方というか、そこだけ追求してって、白エビですね。富山の白エビです。一回干してますね。半日ほど干してから、あの揚げてます。一回干して結構味が濃いと思います。エビの香りが全面に、ビールと合うと思いますね。ビールといいと思いますね。ビールいけちゃいます。ビールとシャンパンとかもいいんだよな、はい。白ワインでもいいし、ビールが一番合うかな。でも白エビはもうヒゲのとこ切って、あのハサミで落として、尻尾の方もちょっと落として干して、水分抜いて、そこからもう油ですね。さっと素揚げです。でもこの白エビなんかも、昔だったらカラスミとか上からぶっかけたりしてて、カラスミの吸ったやつとか、でも本当シンプルでいいかなと思って、はい、前はやってましたね、そういうこと。そっちの方が素材本来、そうですね、もう本当に素材本来。ありがとうございます。つけない、ね、はい。
イカからです、白イカです。もうね、この最初の白イカはもう一年中変わらないです。もちろん名刺代わりの一貫です。柔らかい、こうねっとりと甘みがあるイカです。今ね、ちょっと自分で YouTube やってて、それにこう自分のもう手元だけですけど、結構あと英訳とかしてるから結構海外の人とか多いです。香港とかアメリカが多かったかな、一番アメリカ、香港、あと台湾、そこら辺の人がやっぱお客さんでも多いですね。結構見てる人多いです。次です。カスゴです。カスゴだよ。マイクつけてらっしゃる、はい、今日マイクつけてなんでなさる、うん、ニシン、姫ニシンって言います。この時期だけですね、1ヶ月ぐらいの間だけかな、この姫ニシン。もう僕が唯一ニシン握るのは、あとはやっぱり油のりがちょっと甘くなってきたりしたら海苔で巻いたりとか、唯一握るって言ったらこの時期だけ。まあイワシみたいにね、いい油、質のいい綺麗な油で、あとはですね、小肌みたいな香りが残る、まあ、香りもいいですね。はい、このニシンなんかもやっぱり身質が柔らかいんで、あの握りもふわっと握ってます。あのカスゴニシンは口入れた瞬間ほぐれるような感じに握ってますんで、ニシン、姫ニシン。骨も全然触らないんですよね。あのちっちゃいとニシンって結構サイズが大きくなるとね、小骨抜くの大変なんですけど、このニシンは骨抜いてないです。締めて2日ぐらい置くと、こう酢の作用で骨が全部溶けちゃうというか。ニシン美味しいですか？イワシと小肌のなんかハイブリッドみたいな感じですね。両方のいいところなんか取ったような、はい。
カレーですね、マコガレー。あとシャリもちょっと小さく握るんですよ。こういうマコガレーとか結構やっぱ淡白なものはどっちかっていうとね、香りがあるし繊細なんで、こういうものはシャリ小さく握ってあげる。温度とシャリの大きさ、握る力加減、そこら辺は常に1個ずつネタによって変えてあげるっていうか、好きじゃなきゃできないですよ、寿司が好きじゃないと。いいネタといいシャリだけ炊いてね作れば美味しい寿司ができるってもんじゃないんですよね。あとはその気持ちとかも大事だし、この人に美味しいもん出したいっていう気持ち、来たお客さん全員笑顔になって帰ってもらいたいっていう気持ちなんかもすごい大事ですね、寿司屋って、あと商売として考えすぎてるとやっぱろくなことないですよね、原価率がどうとか、後からついてきますからね、頑張ってちゃんとやってれば、お客さん毎日満席になってれば利益は絶対出てるわけだし、そこいくら残ったとか言って、今年はもう今月はもっとたくさん利益を残そうとか、そういうこと考えてるとね、やっぱりいいもの作れなくなっちゃう、難しいですよね、鹿児島の味ですね。鹿児島の泉っていうとこ、ちょっとさっぱりしますね今日の味は。ちょっと油もほどほどで、油たっぷりって感じじゃないですけど、今ね島根とかはね、島根の浜田とかそこら辺の味はすごい油あるんだけど、今日は豊洲に入荷なかったんで、今日は泉ですね、鹿児島の。失礼します。あと赤身です。マグロです。マグロは今日は沖縄のマグロですね。トロです。手渡しでトロです。どうぞ。なんかちょっと。あ、なんかすごいですね。小肌です。だけど本当に変わりましたよね、ここ何十、ね、ここ何十年で、お寿司も、お寿司の世界も本当そう思いますね。イサキなんかはもう使ってなかったですもんね、こうやってパッと見ると。イサキも焼き魚とかで焼いてた記憶があるんですよ、僕昔25年ぐらい前、修行時代、このぐらいのなんか踊り串に刺して焼いてた記憶があるんだけど、イサキとか握りで食べた記憶なかったですもんね、ここ何年かですもんね。イサキもこんなに値段上がると思わなかったし、もうタイもうキロ1万とかね、1万2000円とか、ね、1.5 キロ以上ぐらいのイサキはすごい値段だし、なんかもうすごいですよね、本当に変わったなと思って、いろいろ。失礼します。今日はボタンエビ、
失礼します。ボタンです。ちょっと今日少し小さめです。すいません。食べやすい一口サイズって感じです。エクソソームとかの話もすっごい聞きました。ああ。最近そのエクソソーム店とかやっぱ流行ってるんですか。値段がやっぱり10分の1くらいですね。そうそう。金目鯛ですね。漬けにした金目鯛です。あと上が金目の皮ですね。カリカリに焼いた金目です。金目皮。そうですね。ちょっと一回干すんですよ。一回干してから焼くんですけどね。結構だけど油もしっかり入れないとカリカリにならないんで、油入れて揚げ焼きみたいな感じ。ね、そうですね、アクセントになりますよね。お寿司の流れの中でね、ちょっとああいうカリカリってしたのがあってもいいかなと思って。またワンタンの皮とかね、ああいうのを使うとね、またちょっと寿司屋っぽくなくなっちゃうからあの、はい、金目の皮ってね、食感がね、いいからアマダイの鱗とかね、ああいうのちょっと寿司に取り入れても面白いんじゃないかなと思って。うん、やっぱりできる。やってましたよ。ハマグリですね。崩れやすいです。気をつけて。あえてね、汁気をあんまり切ってないんで、あの握るとね、すごい崩れやすいんで、うん、これも手渡しがいいぐらいなんだけど。最初のね、あの豆ハマグリとはまた全然違うと思います。ハマグリ、これ千葉ですね。これも同じ九十九里。ちょっと大きさ、サイズアップです。サイズアップの、ハマグリ。あんまり火入れすぎてないですね。そうですね、あの低温で、はい、低温で火入れて、やっぱ2日、3日かな。3日以上経つとやっぱ味が変わってきますね。やっぱ味もそんなに濃く、醤油入れてあんまり濃くしてないから。あとレアの火入れもちょっと低温で、あのギリギリのとこ攻めてるから、味も結構変わるのが早いです。結構うちなんかだったらね、やっぱり回転がいいからなんとかいけますけど、あんまり注文が入れないお好みの店とかだとなかなかこういう風にはできないかもしれない。他の店やってる店ないですからね、これは。うん、まあ結構お客さんも気に入ってもらってますね、このハマグリ。おいしい。シャリください、一貫ね。でも10日ぐらい持つんですよね、あの昔ながらのハマグリ。しっかり火入れて、もうゴムみたいに硬くしちゃって、何食べてるか分かんないぐらいね、タレの味しかしない。10日とか置いてもびくともしないですもん。もう佃煮みたいになっちゃってるから。もう昔のね、保存食の時代、あの冷蔵庫がない時代はあれでよかったなと思うんですけど、今流通もね、しっかりしてるし、うちなんかはなんとかね、お客さんもなんとか来ていただいてるし、ありがたい話で、はい、煮詰めっていうか、ハマグリは、ハマグリ、はい、ハマグリの煮汁と、あと甘みですね。煮汁とザラメ。
醤油を一切使ってないんですよ。はい、そうですね、あれは醤油入れて、醤油入れてもっとしょっぱくしてから今度は甘みをもっと入れるんですよ。今入れてる甘みの3倍ぐらいの量入れて、そしたらこうちょうどいい感じになるんだけど、あれだとハマグリの味がもう分かんなくなっちゃう。はい、はい、そうですね、ありますね。やっぱりそこでまともなやつだったら、まともじゃなかったら分かれませんね。だけどあれがね、ハマグリだっていう人もいるから、やっぱり、はい、いろいろ、うん、アナゴです。アナゴもね、だいぶちょっと厳しい時期になってきて、ギリギリですね。脂がやっぱだいぶ抜けてきて、また7月ぐらいになればね、江戸前の方が良くなればいいんだけど、今本当どこも産地がどこもちょっと本当ギリギリのラインですね。微妙なアナゴがちょっと弱くなってきて、失礼します。時期的ですね。うん、あと卵焼きが出ますんで、卵とあのお味噌汁、赤だしが出ます。最後、お腹に余裕があったら鶏貝ですね。生鶏貝食べれたら行ってください。それぐらいかな。あ、大好きなんですか。ちょうど今時期ですね。ちょっと前までムロツっていう天然のあったんだけど、今ちょうど今京都かな、今能登だ、能登の養殖の鳥貝ですけど、まあ美味しいですね。厚みあってしっかりしてますね。今日水っぽくも全くなくて、うん、口の中がね、いい感じで終わりますね。鶏貝でね、鶏貝のこう甘みと凛々しい感じで口の中が終われるというか、うん、変にネギトロとか食べるよりね、鶏貝の甘みと香りとなんかみずみずしさっていうか、凛々しい感じですよね、はい、あれで口の中が終われるって、これほど幸せなことないですよね。はい、本当にもう幸せですよね。お寿司は本当幸せになれると思います。僕もお客さんに幸せになってもらいたいですからね、やっぱり食べて。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。